そのまま飲み込みます。くちばしには歯がありませんので、お魚を噛みちぎったりとか、みんなみたいにね、口の中でもぐもぐしたりとかすることはありません。大きいお魚でも丸飲みです。そのままごくんと飲み込みます。もう一回いきますね。じゃあ見てくださいね。よし、はい。はい、もうあっという間でしたね。このように、必ず飲み込むときは頭から飲み込みます。意地悪して、こうやって尻尾から。尻尾から渡しても、あ、取り合いってちょっと分かりにくかったですね。ちょっと待ってくださいね。なんか、喉に刺さる。よし、もう一回やってみましょうか。はい。また落としました。違うやつだ。よいしょ。あ、落ちた。分かった。尻尾から加えても、持ち替えて頭から必ずね、飲み込みます。まあ、大きいお魚でも丸飲みしますので、尻尾から飲み込んじゃうとね、背びれとか、あの鱗とかが喉にね、引っかかったらね、困るので、必ず頭から飲み込みます。そして今現在ね、この野市動物公園では18羽のね、フンボルトペンギンがいてます。毎日どのペンギンさんがどれぐらいご飯を食べたかって、やっぱりね、知ることが健康にね、ペンギンさんを飼っていくのに大切ですので、数をね、誕生していますけど、18羽もおるとね、おじさんの記憶力ではね、ちょっと覚えきれませんので、おばんの大きいみたいなやつを用意しました。これでね、どの子が何匹食べたかを数えていくんですけれども、ペンギンさんのお顔模様がね、よく似てるので、パッと見がね、なかなか区別がつきにくいです。ですので、すぐにね、お名前が分かるように、羽の付け根のところに印がね、ついてあります。これだったら代々のね、印が2つついてるので、代々というね、お名前がついています。この子だったら黄色がついてますので、黄色というように名札代わりに、ね、ついてるので、それでね、もう見分けがつくようになっています。それでは、ね、今からね、どんどんペンギンさんにお魚をね、あげていきたいと思いますのでね、おじさんね、ちょっとね、数を数えながらやるので、なかなか話できませんけれどもね、まあ初めは取り合いですね。銀銀、黄白、赤赤、銀銀、白白、銀銀、黄白、赤赤というように、こうやってね、数を勘定していきます。青、黄青、紫、大大、で、誰が取りました、銀銀青、だい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 が3つ4つ5つ